皆さんこんにちは、リュージンです。親子の絆をギターで深めるをテーマに今日もジャカジャカやっております。どうぞよろしくお願いします。今日はギター初心者はコードを覚えるべき、曲にチャレンジすべきというですね、このテーマで話をしていきたいと思います。まずはこんな疑問や悩みについて一緒に考えていきますということですが、これはタイトルの通りなんですけども、ギターを始めてみたけど何からやっていいのかわからないとか、まずはコードを一個ずつ覚えていくものなのかなと、そういうふうに疑問、悩みを持っている方向けの、放送というふうになってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それではまずは結論から先に申し上げると、結論としては早めに曲にチャレンジすべきということですね。これはもう完全なる僕の個人的見解にはなるんですけども、僕はこういうふうに考えております。理由としても本当にシンプルで、もうそっちの方が楽しいからと、もうこれに尽きるかと思います。これをね、具体的に見ていきたいと思いますが、実際にね、僕がやっている事例を紹介していきたいなというふうに思います。まずギターを買った初日ですね、何をやったかというと、これ他の動画でも上げてるんですが、まずはね、夏林さんの YouTube を、見ました。何を見たかというと、ギターを買って初日から7日目までの練習メニュー、初心者のためのギター講座という動画ですね。こちらすごく参考になりますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。この動画の通りにやっていくとですね、どんな流れになるかというと、まずはチューニングをします。そして Em と Am を弾いてみるということと、ストロークですね。これをやった後にコードチェンジ。そして E と A。そして、間違えてますね。G と D ですね。G と D をやるという流れになってます。で、これも、少しずつこう積み重ねていくんですが、当然ね、完璧にできた状態で次に進むっていうわけでもないので、なんとなくね、こう繰り返しながら、復習しながらやっていくという感じなんですが、一通りね、これを試しにやってみるのがまずいいんじゃないかなというふうに思います。そして、一週間程度ね、こうやってコツコツ積み上げた後に、簡単な曲にチャレンジしていくというのが、僕は、個人的にはおすすめですね。参考にしている、インターネットのサイトとしては Ufretっていうサイトがあって、これね、多分ギターやってる方は皆さんもご存知のことだと思いますけども、ここにはですね、いろんな曲のコードが無料でね、見れる状態になってるんですけども、初心者用のコードみたいなのも結構置いてあるんですよね。ですので、ちょっと弾いてみたいなっていう、思った曲を検索してみて、そこの初心者用のコードみたいなのがあったら、そこをね、参考に練習してみるというのがいいんじゃないかなというふうに考えてます。ここでその曲を探すときの注意点なんですけども、これですね、正派と呼ばれるその指をペタッと押さえるコードは、個人的には、ね、避けた方がいいんじゃないかなと思います。これはね、もうこれも完全な僕の個人的見解になるんですけど、そこでね、つまずくとなんかちょっともったいないというか、なんかそこでね、テンションを下げるのって、なんか悲しいですよね。なので、もちろん練習するのはいいんですけども、ここではね、楽しむことが大前提になるということなので、そこはね、できるだけ難しいコードが入ってないものを選ぶというのは大事なことなんじゃないかなというふうに考えています。ちなみに僕はディズニーのファンでして、ディズニー映画をもう本当結構見てるんですけども、その中でね、特にそのギターの演奏とかも映像で出てきますけども、リメンバーミーですね。これをね、子供と一緒にやりたいなってずっと思ってるんですよね。で、この Remember Me のこのタイトルですね。Remember Me という曲もあるんですけども、これはね、少し難しいのかなと思って、で、うんぽころこというですね、その劇中の中で出てくる曲あるんですけども、これもすごく大好きな曲で、これの初心者用のコードを見てみると、先ほど言ったこう、正派って呼ばれる、その、ペタッとね、指で押さえるコード、それがなかったので、で、そして、実際にね、そのコードを見てみると、今練習中のその G とかね、D とか、そういうところが入ってたので、これをね、ちょっと練習してみようかなというふうに思っております。こんな感じで、ぜひね、その自分の中での練習曲っていうのを、自分で見つけていくっていうのがいいと思います。この過程がね、すごく楽しいんですよね。ネットで検索すると、初心者向けの曲みたいなのが結構ね、リストでバーって出てくると思うんですけども、それも、もちろん参考にするのはいいんですけども、やっぱね、自分でどんな曲を弾いてみたいのかというところから、掘り下げていくと、そのモチベーションのね、アップにもつながるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ参考になるとすごく嬉しいです。
というわけでまとめに入りたいと思います。今日はギター初心者はコードを覚えるべき、曲にチャレンジすべきというテーマで話をさせていただきました。まあ、結論としては早めに曲にチャレンジすべきですよということで、まあ、理由はシンプルにそっちの方が楽しいからという話をしていきました。ただね、一人でこうコードを覚えていくっていうのは結構しんどい作業じゃないかなと僕個人的には思うんですよね。まあ、中にはこうできるコードがね、一つずつ増えていくということにこう喜びを見出せる方もいらっしゃると思いますけども、まあ、そうじゃなければやっぱりね、楽しみながらやりたいもんだなというふうに、僕は思います。そしてやっぱりその楽しく継続していくということがこのギターをね、成長させるということの近道だというふうに僕は信じてますので、一緒にね、頑張っていきたいなというふうに考えております。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。僕のチャンネルでは親子の絆をギターで深めるをテーマに、ギター初心者ならではの悩みですとか育児や教育に関わるコンテンツを継続して配信していきたいというふうに考えております。 Twitter、ラジオ、YouTube、ブログと幅広くやっていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。またこの放送が良ければ高評価とチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。ということでこの辺で終わりにしたいと思います。以上、リュウジンでした。次の放送でお会いしましょう。バイバイ。